6月28日は、グレゴリオ歴で年始から179日目にあたり、年末まで、あと186日ある。アンティオキア行為戦、第1回十字軍の勝利に終わる、アメリカ独立戦争、ボンマスの戦いロマンティックバレエの代表的作品、ジゼル初演カナダ太平洋鉄道の営業開始。画像は30日に、ポートアーサーに到着した。 大陸横断列車ベルサイユ宮殿の鏡の間にて、ベルサイユ条約締結ポーランドで、大衆暴動、ポズナン暴動。画像中の文字は、パンを要求する、イングランドをヘンリー・パッセイ誕生。イングランド国教会をローマカトリック教会から離脱させた画家、ピーテル・パウル・ルーベンス誕生。左画像は、自画像、右は、鏡のビーナス哲学者、ジャン・ジャック・ルソー誕生。 右画像は聖歌。リート作曲家、ローベルトフランツバイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムフランスの曲政治家、ジャンマリール・ルペン、五感末期の武将、炎章、勘渡しの戦いで敗れ失意のうちに、病没浮世絵師、鳥居気与長没。画像は、川岸の鈴見浮世絵師、鳥居気与長没。画像は、 女湯の図第四代アメリカ合衆国大統領、ジェームズ・マディソン・サラエボ事件、オーストリア大公、フランツ・フェルディナントと、妻・マゾフィー・ホテク、セルビア人ガブリロ・プリンツィプにより暗殺。左画像は逮捕される、プリンツィプ、右は、フランツ・フェルディナントの着ていた制服、マンセル・カラーシステムの発案者、アルバート・マンセル・ボツ。右画像は、マンセルの色相官防疫の日。画像は、 アフリカのキャラバンパナマ運河を通過するコンテナ船。ありがとうございます。